どうも、ひよりんごです。今日の動画は5分メイクをしていきたいと思います。私、結構ギリギリに起きることが多くて、いつも5分ではできないけど、10分15分で化粧をして仕事に行ってるんですけど、今日はね、タイムを測って5分でどのくらいのメイクができるのかやっていきたいと思います。スタート。5分。よし、まず、BB クリーム、レブロンのカラーステイメイクアップをしていきますよ。筆でね。そんなに念入りに塗ってる暇ないのか。5分 ?5 分ってどのくらいなの、体感。はい、次。スキンライトブレストパウダーレブロンです。やっていきます。あ、落としちゃったよ。急げ急げ。はい、アイシャドウに移ります。この韓国でもらったアイシャドウの茶色を使っていきます。手で際に塗っていきます。際下にも入れていきます。よし、次。いや、用意しとけばよかった。はい、ケイトスーパーシャープライナー、アイラインを引いていきます。そっか、順番もあんのか。眉毛描かないと。眉毛描きますよ。眉毛描きたいのに。眉毛、キャンメイクアイブロウペンシルで眉毛描いていきます。今何分？あと2分。やばい。しかもあんまり出ない。2分。眉マスカラしていきます。あと2分。あと2分で私は何ができる。ビューラーをします。やばい。5分でメイクして出かけなきゃいけないってなった時に、私はどこまでできるんだ。はい、マスカラ、これ何なんだっけ、なんとかカラー取り、なんだっけ、なんとかなんとかマスカラ、いつも使ってるやつです。ラブライナートリートメントマスカラです。下まつげも適当に。何分？あと1分。1分26秒。チークします。チーク、キャンメイクのチークです。はい、焦るな。スリムクリエイトパウダーを鼻筋に塗っていきます。待って、いいんじゃないの、もう終わるよ私。ディアダーリン、エチュードハウスのリップを塗っていきます。はい、割と完成したよ
して一時停止15秒、15秒残して完成しました。イエーイ。別にね、普通にこれで出かけられる。うん、あれ行けましたね普通に私じゃあ5分ぐらいしかメイクの時間でかかってないのかもしれない。はい、ということで私は5分以内に普通にメイクができましたなんかね、紹介とかしてたらできないんですけど、だけど普段のねメイクはそんなに時間かかってないらしいです。なんか知らなかった、自分ではそんなにかかってないことは知らなかったんですけど、そんな感じでした。なんでね、ちょっと結構ひもの女なんでね、私はメイクにそんな時間をかけてないということが判明いたしました。ありがとうございますね、ギリギリに起きてメイクちゃんとしてお仕事や遊びに行けるのは大事ですよね。うん、本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。こんなのしてた私。あ、動画撮り終わるまでは気づかなかった恥ずかしいやつだね。バイバイ。